茂市駅は、岩手県宮古市茂市にある、東日本旅客鉄道山田線の駅。2014年3月31日までは、当駅から岩泉線が分岐していた。1番線の脇にある岩泉線0キロポスト島式ホーム一面2線のホームを持つ列車交換可能な地上駅。もともとは駅舎に面した単式ホーム一面1線も有し、岩泉線列車の発着に使用されていたが、特殊自動閉塞化による合理化で使用が停止され、当駅始発列車も3番線仕様に変更された。跨線橋も閉鎖され、1番線跡地と 2.3 番線、盛岡方に新たに設置された構内踏切により、駅舎とホームを連絡している。CTC 化までは、直営駅で出発窓口があり、運転事務室が 2.3 番線ホーム上にあった。管理駅として、山田線の原帯駅、引目駅を管理していた。現在は、盛岡駅管理の無人駅である。岩泉線の列車は、東努駅長からスタッフをもらい1番線から発車していた。宮古方面岩泉線直通列車は1番線を通り直通できるが、盛岡方面岩泉線の直通列車は当駅に、盛岡方岩泉方の渡り線がないため、到着番線に入線後、一旦列車のドアを閉めて宮古方のポイントの向こうに移動する転線作業が必要となる。そのため、これらの臨時列車の当駅での停車時間は約20分強と長かった。JR 東日本によると、2000年度から2017年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。ありがとうございます。